はい、こんばんは、スタディールーム斉藤です。今日は中三理科宇宙の広がりの3回目です。またちょっとライトを消して授業をしたいと思います。はい、前回、このように銀河とか銀河系、すごい遠い宇宙の話をしました。今日は少し身近な、太陽の周りの天体について話したいと思います。はい、でこれちょっと分かりやすくするために、太陽とか地球とかを、かなり拡大して表示しています。でこう中心に太陽があって、その周りを水星、金星、地球、火星が回っています。そしてその火星の外側に、このちっちゃい点見えると思いますけど、この白い点が小惑星です。はやぶさとかはやぶさ2が探査に行った糸川とかリュウグウなんかが、この辺りを回っています。でもう少し外を見ると、木星、土星、天王星、海王星で、私たちが中学校の時にはその外の冥王星まで、この辺りまでが、太陽を中心とする天体と言われていました。はい、ここで今日のポイント一つ目です。はい、太陽系、太陽とその周辺を回る天体の集まりのことです。中心の太陽で、その周りを回っている水、金、地、火、木、土、天、海、冥まで、ここまでが私たちは太陽系って習いました。でこれまた後で話しますけれども、ちょっと冥王星は惑星じゃなくて準惑星っていうものになったので、海王星までが太陽の周りを回る惑星になります。でここで土星のあたりが10天文単位って書いています。これ天文単位って何かっていうと、はい、1天文単位が太陽と地球の距離です。キロメートルで表すと1億5000万キロメートルっていう、想像もできないぐらいの長い距離なので、地球と太陽の距離を1として、そうするとその約10倍のところを土星が回っています。でその30倍、ここが30天文単位なんですけど、海王星のあたりが地球と太陽の距離の約30倍になります。で冥王星が、冥王星ちょっと円軌道ではないんですけど、だいたい40倍、40天文単位のところを回っています。で本当にここまだ20〜30年前まではこの辺りまでが太陽系って言われてたんですけれども、それ以降のいろいろな観測とか研究によって、太陽の言った影響が及ぶ範囲、太陽系はもっともっと広いっていうことが分かってきました。でこの外にオールトの雲って言って、まずここが1000天文単位です。1000倍です。でその外、ここが1万天文単位です。でもっと言ったら10万天文単位くらいまで、このオールトの雲が広がってるんじゃないかと言われています。でこのオールトの雲って何かというと、まだ全然観測はできてないんですけれども、氷の粒、小惑星ぐらいの大きさの、氷の粒で、これが
ハレー彗星とか百武彗星みたいな、まあ、彗星となって太陽の方にまあ近づいてきてると言われています。まあこのオールトの雲とかもうここまでは教科書には出ないんですけれども、まあ大体太陽の重力が及ぶ範囲がこの辺りまでとされています。はい、で今回もう一つ覚えてほしいポイントの2つ目、はい、それが惑星です。恒星の周りを回るある程度の質量と大きさを持った天体、太陽系には地球を含む8個あります。先ほども言った水、金、地、火、木、土、天、海で冥王星が、冥王星って月よりも小さいんです。ですから以前は惑星だったんですけども、もう今は準惑星っていうことになっています。もう一回、太陽から近い方から言うと水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、この8個が太陽の周りを回る惑星になります。はい、今回は太陽の周辺にある天体、太陽系について見ていきました。次回この中心にいる太陽について詳しく見ていこうと思います。その後で惑星についてもう少し詳しく説明していく予定です。では今日の授業は以上です。